五式中戦車。五式中戦車地理は、第二次世界大戦時の第二本帝国陸軍の試作戦車、中戦車である。設計開発に至る前段階の構造として、1942年、昭和17年9月、陸軍兵器行政本部研究方針の中で、長方針 57mm 戦車砲搭載の新、中戦車、オッツの存在がある。これは、 固定式戦闘室の駆逐戦車であったが、方針の変更により、超方針 75mm 戦車砲搭載の35トン級中戦車に要求が引き上げられた。チリ、チリ社の具体的な開発は1943年、昭和18年7月の兵器行政本部研究方針の変更により始まる。この変更は、独ソ戦における、 ドイツ軍とソ連軍の間に発生した戦車戦の状況、両軍の投入した戦車の性能等を分析検討した結果であった。これにより、陸軍の戦車開発は従来の不表示加強の重視と戦車戦へのある程度の対応から明確に戦車戦を重視した戦車の開発へと転換れた。また、各種用目数値に大きな変更が加えられた。 中戦車に要求される全微重量は従来の20トン級から35トン級へと上がり、搭載する主砲口径が57ミリメートルから75ミリメートルへ、最大走行圧が50ミリメートルから75ミリメートルへと増強された。この最大走行75ミリメートルの由来は、 独祖戦の情報から得たキロボルト重戦車が持つ 75mm の全面装甲を参考にしたとも言われ、75mm 矢砲に耐え、撃破するには 88mm 砲の水平射撃が必要な数値とされている。あるいは、ソ連が使用していた 76mm 球体戦車砲を 500m で耐えるものとも言われる。 1943年6月30日の軍事審議会幹事会での発言内容においては、転換の理由を新規に開発されたドイツソ連戦車の装甲と火力の目覚ましい強化にあると述べている。従来の陸軍の戦車開発は大量生産に適した観点から研究方針が決められていたが、情勢への対応として質を絶対視した研究方針へと改正した。 戦車砲の最大限度は技術力の限度を考慮して七十五ミリメートルと決定され火力は従来の研究により射距離千メートルで八十ミリメートルを射抜き可能と報告された走行の限度は臨床性を考慮した上で最大限を要求し七十五ミリメートル圧が限度であるとされた行動半径はまずガソリンエンジンの搭載を前提とし二十キロメートルで八時間 行動可能であればかであると構想された。なお、同日の軍需審議会では新鋭のソ連銃戦車に対しては 75mm 砲では攻撃力が不足していたため、その対策として、大口径 105mm 戦車砲、姿勢 10cm 戦車砲、超、旋回砲統式ではなく、固定に搭載した姿勢新砲戦車、甲・堀・り、り車及び、 105mm 対戦車砲、姿勢 10cm 対戦車砲搭載の姿勢 10cm 対戦車自走砲、カト、カト車、対戦車自走砲の開発も計画されている。チリ車は、堀車、カト車と共に、対新鋭戦車の火力戦の中核となるべき存在であった。設計、製作は、第四陸軍技術研究所ほか三菱重工業。 東京機器製作所が担当した。1943年8月19日、三菱東京機器製作所において会議が行われ、地理社開発に監視細部の討論が行われた。内容は、V 型12気筒ガソリンエンジンの採用、エンジンの偽装、整備方法、変速機、走行装置、干渉機構の形式等である。35トンの大重量を動かすため、変速。 走行装置に関して意見が集中した。8月28日には4議件で、車体構成、半自動装填装置、エンジンの整備方法、変速走行機の確実性、喧嘩装置と立体について討論が行われた。9月23日、三菱東京機器製作所で、モックアップの模型を用いて討論が行われた。ここでは、第1案と第2案が提示された。 1> 第一案は、約一年で実現できる、現実的な内容であった。第一案の諸言は、全微重量三十四点八トン、次長九点八トン、全長六点九メートル、車体長、全幅三点一二メートル、全高二点九七メートル、車体前面及び、砲塔前面走行十五ミリ、前方車面部五十ミリ、側面三十五ミリ、上面二十ミリ、 EMW600 馬力水冷ガソリン機関搭載、常用速度時速 40km、75mm56 後継戦車砲1門、37mm 戦車砲1門、機銃3丁。車載無線機オツ、兵または、こう、オツであった。第1案の砲塔は、後の試作車の砲塔よりも小型であり、後の三式中戦車の砲塔と、類似した、形状。 三式中戦車の砲塔設計の際には、この第一案の設計を流用したともされる、となっていた。第二案は、従来の欠点の改良、独素戦車からの技術の取り入れ、戦訓の活用、大量生産の容易化等を狙った斬新なものとされた。また細部において様々な検討内容が提案された。なお、ファインモールド社長であり、日本軍戦車研究家である、 鈴木国広は、この後の地理社の施策及び竣工試験に関する資料は発見されず不明瞭としている。1944年、昭和19年4月25日の段階で、大阪陸軍造兵将に対し、姿勢7センチメートル反戦車砲の発注予告が行われた。9月末に4両分、10月に1両分である。 地理社の量産予定は1945年、昭和20年以降とされた。開発担当者の改装によれば、1945年3月19日に地理社の協乱が行われ、また4議系の資料では同月に富士裾野で走行、発射試験が行われたされる。地理社は1945年3月に完成予定だったが、車体と砲塔が、 ほぼ完成した状態で終戦となった。新鋭中戦車の量産計画は4式中戦車地と地と車に集中し、同年3月29日の整備予定によれば、地理車量産の予定はなく、手法の生産も行われなかった。本来、長方針 57mm 戦車砲搭載予定の地と車が1944年4月に長方針 75mm 砲を搭載する。 要開発計画変更され、本命に格上げされたため、地理社の軍需動員計画上に挙げられた整備数は、昭和19年度に5両、昭和20年度に0両と量産は断念した形になっている。1946年、昭和21年中の量産予定もなく、第二次大戦中の地理社の政策は、施策一両のみで終了した。戦後、 本社に興味を示したアメリカ軍により接収されたが、その後は行方不明となっている。一説には、船でメリーランド州アバディーン製の主権場へ輸送中に台風に遭い、甲板から海に投棄されたとも、朝鮮戦争が勃発した際、鉄不足に陥ったためスクラップにされ利用されてしまったとも言われている。チリ社は国産戦車としては多数の新機軸を搭載した。 試作戦車としても特に実験的要素の強いものであった。それらは 75mm の最大走行圧、対戦車戦闘を強く意識した、合計 75mm の長方進行所速、重量級の砲兵お及び砲塔を駆動させる、電動式砲塔旋回装置、砲塔バスケット、35トンの重量を干渉し、制御し得る足回り、 時速 40km で走行させるための大出力液冷ガソリンエンジン、重量級の砲弾を人力によらず装填するための半自動装填装置などである。こうした装備の開発と搭載は従来の主力駐戦車であった97、式駐戦車チハ、チハ車と比較し、技術的により高い水準を要求されるものであった。全体的な構造としては、 本社は、車体後方に、機関室、車体中央部に砲塔刀及び戦闘室を設け、車体前方には操縦室、副砲及び変速走行機を収容する設計が行われている。対戦中期から後期の時期に、車体前面に副砲を装備する設計は、世界的にも異色であった。足回りは、全幅 600mm の後期離体を装備し、片側8個の天輪を装備。 これらを、鶴巻バネにより喧嘩して、走行時の衝撃等を干渉している。走行は全溶接式で組み立てられた。被弾形視の取り入れは、設計要項に盛り込まれたが、積極的な実現は行われておらず、各走行面は垂直に近い角度で、設計構成されている。多面的な構成の少ない、直線的で1枚板の多い外形は全て溶接で、組み立てられた。 武装には、砲塔に、半自動装填装置付の姿勢七センチメートル半、戦車砲、超、相型、56口径十五ミリメートル、初速秒速八百五十メートル、車体前面左に、一式三十七ミリメートル戦車砲、四46、口径十七ミリメートル、初速秒速七百八十メートルと総連の九十七式車最重機関銃、7.7ミリメートル、 副報道軸機関銃、砲塔左側面に97、四季車最重機関銃を備えている。こうした兵装の選定には、75mm 級戦車砲の発射速度、装填手の持続的な装填能力の懸念、搭載予定の手砲弾は、総重量が約 11kg 前後、砲弾全長は約 90cm 前後あったから、半自動装填装置が装備され、 また 37mm 複方の搭載が行われたと推測される。検討段階では砲安定対策としてジャイロスタビライザーの装備が検討された。他、ベルト式弾薬箱、自動弾薬取り出し、砲弾100発以上の傾向が検討された。実際の砲塔は、砲がに半自動装填装置を装備し、砲塔後部には手砲弾を収納するため大型化している。 それまでの日本戦車に比べて巨大化した、砲塔、ターレットリング系は、約 2000mm とされるを、従来の手動による旋回で操作することは困難で、あり、旋回は、電動モーターによって行われた。また、ミサオ・砲と照準の微調整のため手動旋回も、併用された。砲塔内での作業を円滑に行うため、国産戦車としては初めて砲塔バスケットが、装備された。 砲刀バスケット内には、戦車長、砲手、装填手らが配置され、砲塔の回転に合わせ内部装置と共に旋回する。従来の国産戦車のように旋回に合わせて移動する。必要がなくなり、操作に要する負担が減った。外形は後方に長い六角形を成している。砲刀右側面を及び、左側面の後部に、ハッチが一箇所ずつ設けられている。また後方から見て、 砲頭左側面には、機関銃ポートが設けられた。後方から見て、砲塔上面左側に、社長用の司令塔、キューポラが設けられている。各部装甲は、全面 75mm、側方面 50mm、上面 20mm である。試作者の砲塔内部は、手法の完成と搭載が遅れたために、弾薬搭載位置が決まらない状況で終戦を迎えた。 検討段階において、後半面積の拡大と次手の検証、次手の研究、肥大軽視の実施、室内溶積の拡大が検討された。実車の車体形状や砲塔形状は、地主に類似し、全面的に溶接を採用している。地と車の砲塔が不慣れな複数の中造部品を溶接した構造であるのに対し、本社は砲塔にも、後半溶接箱組が採用された。 車体は国産戦車としては破格の大きさであり、ドイツ軍の T は I 並みである。直線的な単純面構成であり、従来の国産戦車に比べ生産性も高かった。車体全面の走行圧は 75mm、全面両側部分は 50mm、車体側面 35mm、後面は 35mm から 20mm、上面 20mm、 底面 12mm である。後方の機関室にガソリンエンジンを収容し、床下のカルダンシャフトを介して、車体前方の走行変速機へ動力を伝達する。操縦室は後方から見て、車体前面右側に置かれ、複砲と機関銃は車体前面左側に配置された。車体の座席上面にはそれぞれハッチが設けられている。 本社の飛弾軽視への配慮は開発当初の目標の一つとして目指されたものの、ドイツ軍のパンターやティーガー E、ソ連軍の T-34、アメリカ軍の M4 などのように、車体前面が一枚版の傾斜走行で構成されていない。これは防御面で不利であった。また、車体前面には装甲変速器を収容する関係上、点検窓を上つに設けており、 ここは、ボルト止めが用いられていた。これは、被弾に対する防弾性能が劣った箇所となった。なお、試作車の装甲は、従来の戦車に使用されていた第一種防弾鋼板や、第二種防弾鋼板ではなく、新たに開発された、焼き入れによる、表面硬化処理鋼板、第三種防弾鋼板が用いられていた可能性がある。八幡製鉄所では、地理車の車体、 高等側面後半の焼き入れを行ったが、従来の戦車よりも巨大な後半であったため、プレスクエンチポー、型でプレスして、熱処理の際に発生する後半の歪みを防ぐ技術が使用できず、炉から引き出した 35mm 後半を水で焼き入れした。この際に大きな歪みが発生し、焼き入れを繰り返しても製作はうまく行えなかった。納期に1ヶ月の遅れを生じ、 また予定の高度には達していなかった。手法の開発の前段階として、4式7センチメートル反校射砲の存在が挙げられる。この校射砲は、中国軍が使用していた、スウェーデン製、ボフォースモデル 1929-75mm 校射砲を、日本軍が露飾し、コピー生産したものであった。これをベースに方針などを流用しつつ、戦車砲用に再設計を施し、 小座長の短縮等の改良が行われたものが本社に搭載された姿勢 7cm 半戦車砲長である。ただし、モデル1929は、ドイツ軍の 8.8cm フラック18、36、37の原型となったものだが、後者のように大量生産に対応した設計ではなかったため、そのコピーである4式 7cm 半校舎砲から、して、 生産数が0門ほどと非常に少なく、戦車向けに多数を供給するのは極めて困難であった。本社用に開発された姿勢7センチメートル半、戦車砲、長は1944年4月に設計完了、7月に完成し、試験後に相談機を一部回収した。また、地と車に搭載するために、半自動装填装置を外し、装置の代わりに平行を盛り、 カウンターウェイトをつけた姿勢 7cm 半戦車砲超 E 型の開発が開始された E 型は後に仮正式制定され五式 7cm 半戦車砲の正式名称が与えられている E 型以降元の改修前の姿勢 7cm 半戦車砲超は姿勢 7cm 半戦車砲超 I 型と呼称される I 型は 続く1944年8月の試験において相談機以外は良好に作動した。11月1日には薬莢抽出と時短装填の機能不良と判定された。さらに1945年1月に修正機能試験が実施され、薬莢抽出後の時短装填は良好となった。ただし薬莢抽出の量費により作動しない場合もあり、なお不安定だった。 1945年3月7日には1945年及び1946年生産予定の方をすべて E 型とすることが決定された。1945年3月24日、I 型の総合試験を富士演習場で行う予定が立てられたが、以後、開発は停止状態となった。なお、同年3月には、I 型の方がお式抽選車チヌ、 一のの砲塔に適合するよう改修が割れている。姿勢7センチメートル半戦車砲、蝶は、現物が2問しかなく、1問は、相談機を除去した血と車用の E 型に改造され、残り1問は、I 型として、本社用に改修が続けられたが、半自動装填装置の開発に手間取り、そのため終戦時まで試作車は手法を装備できていない、状態だった。男子は、 一式鉄鋼弾、弾量 6.615kg 及び4式榴弾が予定された。また姿勢 7cm 反対戦車自走砲など、など車と弾薬が共用であり4式鉄鋼弾も存在する。姿勢 7cm 反戦車法、超、相型の春工時、1944年7月25日での所言は以下の通りである。 全備重量 2284.2kg、内方針重量 790kg、相談機重量 275.398kg、また1944年9月1日の試験では方の全備重量 2185kg、肯定社会プラス20度からマイナス10度であり、不行ハンドルは 10kg から 15kg の力で動かされた。 発砲の際には発射約 1.95kg を燃焼させ 6.25kg の弾頭を秒速 865.3m で打ち出した。空圧は 2665kg 平方センチメートルである。発砲すると方針が 385mm 後退し反動を吸収した。後退からまたさまでに要する時間は0.9秒である。 装甲貫通目標値は射距離1000メートルで75ミリメートルであった。陸上自衛隊幹部学校選手共貫室の所蔵資料であるこの絵第三師団の調整資料、現有対戦車兵器資材効力外見表によると、75TA、75ミリメートル対戦車砲を意味する帝国陸軍の軍隊符号の鉄鋼弾は、射距離1000メートル、貫通鋼板圧100ミリメートルとなっている。 射撃対象の防弾後半の種類や、鉄鋼弾の弾種は記載されず不明。また、1944から1945年作成と思われる陸軍大学校研究部の資料によると、姿勢7 5ト、mm、ル対 TK 砲、姿勢7 5ト、mm、ル対戦車砲は、一種、射距離3 0 0ル、貫通威力1 1 8ト、mm、ル、一種、射距離4 0 0ル。 貫通威力1 1 5ト、mm、ル、1種、射距離5 0 0ル、貫通威力1 1 2ト、mm、ル、2種、射距離300から5 0 0ルの研究目標となっている。1945年4月に陸軍機構本部が刊行した対戦車戦闘の参考、戦車関係法によれば、中高版対弾攻力は圧延合金後半より、 おおむね20から25%おとりを対象にした場合の模式 7cm 半戦車法。腸の交換鉄力は、明中角90度だと、射距離 100m で 200mm、射距離 400m で 180mm、射距離 650m で 160mm、射距離 1000m で 140mm、射距離 1600m で 100mm、 車距離2 5 0 0ルで6 0トルとなっている。仮想的戦車の中造後半に対する有効車距離は M4 中戦車の車体全面上部6 5ル三35度で300から5 0 0ル車体全面下部6 5トル傾斜が少なく直角に近い部では2 0 0 0ル以上でも、貫通 MK4 付評戦車チャーチルの砲塔全面1 0 0トル 90度、や、車体全面上部84プラス1 3ト、mm、ル、90度、では1 5 0 0ルとされている。なお戦車搭載下方向力外見表の魂は、一式鉄鋼弾で、タングステンクロム鋼の特鋼や、ニッケルクロム鋼の特をつないし無作薬の4、式鉄鋼弾を使用させた、際の数値は不明である。75TA に該当するものに、 ナット車の姿勢 7cm 反対戦車法がある。これは、チリ車の姿勢 7cm 反戦車法相型と、弾薬は共通、ほぼ同一の方針、56口径、方針長 4230mm である。5式 7cm 反戦車法の後に、攻撃力強化のため99式 8cm 後車法、45口径 88mm、 初速秒速800メートル、最大射高1万メートル、シナ地変で大量に露飼した、クルップ正海軍用降射砲8.8センチメートル、SKC-30 を原型とした、人地固定式降射砲であり、8.8センチメートル、フラック18、36、37とは、別物をそのまま、または、戦車砲に回収して搭載する案があったという説も、あるが、 この説を裏付ける公式な開発計画や設計資料が存在せず、現在では日本国内には新資料が出てこない限り否定派が主流である。しかし、海外では 88mm 砲搭載説が主流である。中大気を砲塔前面に出し、旅角した 8.8cm フラッグをそのまま砲塔に搭載する。新規に技術開発や設計を必要としない。 呂角兵器を流用したスタイルゲームなどによく登場する。なお、この絵第3師団資料、現有対戦車兵器資材効力外見表によると、99式8センチメートル高射砲の鉄鋼弾は、射距離500メートルで貫通項板圧120ミリメートルという、性能である射撃対消防弾鋼板の種類や、鉄鋼弾の弾種は記載されず不明である。同法用としては、 一式鉄鋼弾および四式鉄鋼弾があった。九十九式八センチメートル降射砲の砲弾重量は完全弾薬等の状態でも14.7キログラムであり、九十一式十センチメートル榴弾砲等の鉄鋼弾弾等よりも軽く、戦闘室内でも装填作業が著しく困難になるほどの重量ではないと推測される。反面、 方針重量は 1250kg と姿勢 7cm 半、戦車砲、超、I 型の約1.6倍である。仮に溶石その他の問題なく乾燥できたとしても、発射反動の増大も含め砲塔にかかる負荷は全く異なることが予想され。本社の特徴として、複砲として、車体前面左側に限定旋回式に、 据え付けられた一式 37mm 戦車砲が挙げられる。この副砲は設計の検討段階で搭載が策定されたものだった。一式 37mm 戦車砲は二式系戦車、ケト、ケト車の手法として1943年7月に開発された。100式 37mm 戦車九98式系戦車、ケニ、ケニ車の手法用。 約46口径、一式鉄鋼弾使用時の初速秒速700メートルの性能向上型であり、薬室を拡大、各部を強化して、一式37ミリメートル砲と弾薬の互換性があった。97式車載重機関銃、連装用一丁を、複砲の左側に、複砲と体になるように装備していた。複砲の砲手と重手は1名が兼任する。 横に並んだ方と重機関銃の間に旋回軸があり、照準は片当てで素早く行えた。97式車載重機関銃、連装用は普通の97式車載重機関銃と異なり、反動を抑えるために重厚性待機がついていた。本社に副砲を搭載した主目的は、装填間隔が長く、取り回しに何のある手法に変わり、 不意遭遇した敵加点、対戦車砲、不評等の脅威を除去するためであり、大口径の車体全面機関銃のような役目を担っていた。詳細な理由については、手砲弾の節約のため、基走降車両、軽装甲車両、機関重陣地、対戦車砲、不評制圧目的なら 37mm 砲でも十分とする手砲弾の装填中、砲撃の間撃を埋めるため、 手法が大口径化すると発砲間隔が長くなる傾向がある。装填作業は 37mm の方が早いからとする説など様々である。また、開戦前の一時期、世界的に流行した多方と戦車的な発想を指摘する説もある。いずれの説にしても、手法の装填時間の長さと大重量から来る、鈍重さを補うための武装であるという見解では一、している。 エンジンは、大馬力空売れディーゼルエンジンを開発できなかったため、航空機用、98式軽爆撃機に、搭載としては旧式化して、余剰となっていた、波急イオツ、川崎98式800馬力発動機、液霊 V12 機筒を 550HP に、デチューンして流用している。BM 機とも故障される。五式戦車開発第1回会議時に、発動機は、 航空機用の波及95式800馬力発動機中実際に用いられたのは同系統の98式であるを戦車用に改造したものを使用することが決定している説明され第2回会議時に発動機はジーゼル、ディーゼルを用いたいのだが500から600馬力の手頃なものがないので BMW を用いることにしたと追加説明されている ディーゼルエンジンよりも小型化が図られたために燃料の傾向能力が増加した。行動能力は 180km から 200km である。波球の先祖はドイツの BMW 製、航空ガソリンエンジン BMWY であり、ソ連の BT-7 や T-28。 T-35 で使われた 450HP の M-17T や 500HP の M-17M と同系統といえる。本社の車体後面はハッチになっており、後面上部は観音開き、後面下部は下方に開き、エンジンを後方に引き出して簡単に整備できるようになっていた。これは M3 系戦車に習ったものであった。 設計の検討段階で三菱は無クラッチ走行変速機を提案した。これはオートマチック変速機と同様の構造を持ち、操縦性、整備性、資源節約が期待された。実車は鑑式クラッチ、変速機にはシンクロメッシュ、走行装置には油圧サーボを導入し、これらを合わせて本社は軽快に走行したという。最高速度は 時速 42km を目標とした。設計検討段階では、従来のシーソーバネ方式、トーションバー方式、垂直置きのコイルバネ方式などが検討された。最終的に実車には、技術の蓄積があり、生産設備の整っているシーソーバネ方式が用いられた。天輪は片側8個である。これは、直径メートルの車輪を複列に組んで、 一つの天輪を作ったものである。上部天輪は3個配置された。サスペンションはトーションバーを製造できなかったため、水平コイルスプリングを使用した日本戦車伝統の平行式電動喧嘩装置を片側に2組設置していた。外形としてはバネを内蔵した筒を車体側面に地面と水平に取り付けており、この筒の両端からは天輪へとつながるアームが伸びている。 アームは、天輪2個と接続し、走行時の衝撃を伝達する。干渉機能は、天輪2個を一組として作動し、バネを内蔵した筒の両端から接続した、天輪4個が喧嘩の一ブロックとなった。喧嘩装置の技術は、ドイツと比べ古いものであったが、信頼性は高く、時長37トン程度の車体を支えるには十分で、あった。ただしスプリングが破損すると、 構造上一部ロックすべてのサスペンションが機能しなくなる弱点があった。離体は35トンの重量を支え、また手砲発砲の衝撃を吸収するために幅広のものが用いられた。離体幅は600ミリメートルであり、設計当初、設置圧は0.6から0.7キログラム、平方センチメートルが目指された。最低地上高は40センチメートル、 調合能力は3.0メートル、塗装水推進は1.2メートル、塗販能力は2、3であった。エンジンを下級機付き 500HP、空冷ディーゼルエンジンに変更したもの、計画段階で終わっている。図面では地理 E の砲塔は、チヌ社砲塔、増圧走行型と同じ形状の溶接砲塔である。なお、戦後アメリカ海軍によって行われた、 日本の軍用ディーゼルエンジン調査報告書によれば、チッ車の4式ディーゼルエンジンの項目にて、下級機のブースト圧が320メートル MHG、ミリマーキリーの場合 500HP を発揮したと記載されており、この 500HP エンジンはチリ E などに搭載するために試作開発された下級機装備の4式ディーゼルエンジンの可能性がある。また、同資料では、 アメリカ陸軍が追試験のため本国に4式ディーゼルエンジンを輸送したと記載されているが、その後の消息は不明ある。現物未将陸軍中将は、次長、機械化兵器開発史90ページにて、4式 V12 エンジン、原文表記によるを、下級機なしで 400HP、下級機をつけた姿勢エンジンを 500HP としている。姿勢新砲戦車、甲、堀、堀車。 地理車の車体を流用し、姿勢 10cm 戦車砲、超、搭載、全面走行圧 125mm、側面 25mm の重装甲、全備重量40トンの固定戦闘室形式の車両開発計画が存在した。ホリ車計画案には、ホリ合とホリ家がある。ホリ合は、ドイツ軍のエレファント重駆逐戦車に似た形状であり、 ホリ、e、は同じくヤークトティガーへ、駆逐戦車に疑似している。ホリ車も整備計画数は昭和19年度の5両のみで母体であるチリ車同様に実戦部隊に配備される可能性はついえていた。なお、手法は試作法が完成しまた実用化の域に達していたものの、車体は製作途中で終戦を迎えため未成に終わっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。